みなさんこんにちは、ダイダラです。元気？あ、爆弾消えた爆発させてようとしたのに。一回やっとこう。はい、というわけで今日もやりましょうか、ゼロの伝説知恵の借り物。わ、楽しそう。さあ今日やることなんですけど、こちらですね、フィロネ出現にあられた裂け目、これですね、南の隅っこにいるビノビノというデクナツが簡易賞を持ってる。ごちそうどころに行くためにね、今から簡易賞ってやつをゲットしなきゃいけないんですけど、それがね、南のところにあるらしいので、今からちょっと取りに行こうかなと思っておりますが、その南っていうのがどこなのかってところで今3日3晩悩んでいるわけなんですけど、嘘です、全然悩んでません。多分こっちだろうなってところに来ておりますよ。めちゃくちゃ、あ、なんか毒猿、多分こっちだろうなってところに来てるのでね、そのまま進んじゃいましょう。なんでここカラスがいるね。カラスには何で対抗する？クローリーだよー。カラスにはカラスだ。よいしょ。めっちゃ敵めっちゃおる、敵めっちゃおる。敵思ったよりいる。頑張れみんな、負けるな。このクラス新しいカラスじゃん、これ覚えちゃおう。新しいクローリーアセンブリーで、狙った相手にしつこく付きまとい周囲にいる仲間を呼び寄せて戦わせるっていう、結構やらしいやつだなこいつ。男らしく戦いなさい君たち、頑張りなさい。よし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 すーごいお金もらえる、ありがとう。よしよし、みんな頑張ってるかい？戦うのですよ、頑張ってください、負けないでください。皆さん負けそうになったら俺を呼びなさいね、え、助けてあげましょう、負けそうになったらよし、勝ったな多分。よし、まだいるじゃん、できっこり落ちちゃったんだ下に、かわいそうに。お疲れ。よいしょ、そう全部やっつけたね。先行こうか。なんかちょっと薄暗いねここ。雰囲気悪、暗くて雰囲気悪いわ。あ、でもかけらがある。かけらだけかな、ここのステージってあるの。かけらだったら別にいらないんだけどな。ね。よいしょ、あそこにあるのがハートのかけら。下は？出口これ。もしかして。あら。マップで見ると。あ、ここからここへ行く出口、洞窟だったんだな。もう一個上に道あったよね。あれで、ね、ハートのかけら。今、ハート3つ縛りやってますので、実は、タイトルでも何もつけてないけど、セルフで縛ってますんで、ちょっとマジでし、こいつ、これ縛り動画だったんだってびっくりしてる方もいるかもしれないですけど、縛り動画です。よろしくお願いします。ドルドル、行け！焼くぞる。焼くぞる。あれ、焼けないぞる。焼いてくれよ。あ、お友達。火つけたらいいんだよね、多分これ全部。おそらくだけど、このエリアは。熱い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 。ゾルを投げて、燃やして。うい、全部敵を燃やして。で、これは遠隔召喚。つけてー。よし。宝箱出たお。これハートのかけらだったらもう人生は終わります。ロードです。さすがにないだろ。あ、いいえ、50ルビー、センキュー。他にいっぱいある。昔のゼルダってなんか財布とか持ってないとあまりお金持てなかった気するけど、今時ゼルダはそんな財布なんてアイテムなくても金持ちになれるんですね。いいことだよ。さあ、フィロネ出現の今南側ですね。多分ここのどっかにビノビノだったっけ。ビノビノ、あ、待って、魔法使いいる。死ね。こいつはまずい。待って、うちのエースとの対決行こう。レベル5リザルホース、いたれ、頑張れ。いや、これあかん、君勝てないかもしれない。やめて、頼む。よし、焼け、
焼け、頑張れ。ま、電気タイプこいつ。頑張れ。いいよ。いいよ、ナイス。でもここすかな。新しい魔法使いでーす。エレキウィズローブ。お、ここスター、強力な雷の魔法を使う魔物の素早く飛ぶ魔法時代に触れるとしびれる。メタメタ強い。ココス、ココス組マジでエースだわ。ありがとう、ココス組。よし、ここかな。すごい、なんか岩がある。うわー、電気、電気ならいけるか。雨降ってきた。天気悪。火つけんのかな。いけ、電気アタック。聞いてない、せい。いや、聞いてない聞いてない聞いてない。よいしょ。当たってない当たってない。なんかハスの葉強すぎる。やっつけた。よし、まだいるじゃん、もう一体。せい、雨やめー。よいしょ。さあ、雨はやんだわけだけど、火つけたらいいのかな、多分これ。今コスト順に並び替えちゃったんだけど、よいしょ。何順が一番いいんだろうな。覚えた順でもいいけど、覚えた順、やい、分かりづらいな。やっぱプラスプラスプラス。俺欲しいのよ、食材。これ。かがり火、かがり火。つかない、これで。つかない、これじゃ。かがり火じゃダメか。ダメでした。よし。いつも通り。火をつけて、でこっち側に出して、オッケー。火と火をつけたら道できた。これが噂のやつの家かな。お邪魔しまーす。え、何、遺跡ここ。なんだよ、魔物石。なんか思ったのと違うな。隠された遺跡って書いてるけど中入れなくね、これ。ね、俺火ついてるやつは火消せって義務教育で習ってるから、火消しましょう。で、火消しました。なんもない、これ。奥行けないのかな。で、なんか行けそうで行けないね。リンク。爆弾置いておこう。爆弾。壊せんか、これ。ダメだ、壊せないわ。じゃあ無理だわ、帰ろ。なんか普通に道違ったわ、色に失言。俺来るとこ間違ってる？そんなはずはない、俺が間違えるはずがない。あ、ここっぽい。こいつ臭いな。イエーイ。さあ、南のところかな、多分これが。こんにちは。うーん、うまいピー。この綿飴も最高ピー。意外がのそばに住んでるなんて、ピードピードずるいピー。わけ変わってほしいピー。綿飴食べ放題ずるいピー。いいな。みのみも初めは同じように思った。でもお家が半分なくなって今めっちゃ困ってるピー。クモの糸食べ放題ピー。でもそうだね、それはそうだけど、家がないの悲しい悲しい。ハッピーだピー。ごちそうとこの会員証も持ってたし、人生勝ち組ピー。ネタマシピー、ちょうだい会員証。ほんと困ってるピー、なんかとかしてほしいピー。え、じゃあ何とかしてあげるから会員証くれ。もく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 。おいらがここ住みたいピー。家交換するか。ビドビドずっごく困ってるピー。話聞いてくれないピー。会員証、え、会員証持ってるけどそれは後にしてほしいピー。後にしてくれだ。じゃ消してやるよ、そんなこと言うならお前。入り口開けそう、よろしく。もう消してやるからな、知らんぞ。クモの巣も食えねえからなお前ら。よし、中入ろうか。この家を取り戻さないと話聞いてくれないってことだったらね、消してやりましょうよ。もう閉じ込められてる仲間の気配5つ結構あるな。よし、助けに行きましょうか。5仲間。うわ、ゴーマ様いっぱいいる。ごまんなさい。よし、でも俺には最強の仲間がいる。エレキウィズローブ、エレキウィズローブ、最強すぎる。エレキウィズローブ。よし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 。やったれ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 。ファイヤー。
こいつしぶといか。結構火欲しいな。ファイヤーキースにチェンジ。よし、焼いとこ焼いとこ。なんとかなんで焼いときゃ、こういう敵は。はいよ。あ、ありがとう、ご苦労。さあ、これでまず一つ目だね。てってでで。結構謎解きの流れはだいぶ分かってきたね、このゲーム。シンプル、オッケー。待って。この、こいつどうしよう。めんどくさいかも。ファイアーイズローブ行って、よろしく。出しとこう、こいつを。こいつ出しとけ、なんとかなる。よしよしよし。やり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 。ファイアーイズローブだ。頼む。よしよし、もうあと一発。頑張れ頑張れ。君ならいける。負けてるやないか。負けるとこあるんだ。あの草、草強いな、だいぶ。よいしょ、OK。さあ、二つ目ですね、これで。火も見えるな。焼いたれー。デクデク。あー、やべえ、床が消えた。へい。高いところに来たよ。壊れる、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 助けて。死にたくない。頼んだ。よし、行け。行ったれ、行ったれ、行ったれ、行ったれ。ふん、またつまらぬ敵を倒してしもた。ちょっと強いんだよ。よし、よろしく。焼いたれ、焼いたれ。硬いな、そこ。え、そこ。あとは多分右だと思うんだけど、上と右かな。わわ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 。やっつけてきて。俺は食うなんて100万年早い。よし。あ、食われた、ありがとう。生きてる。生きてるって素晴らしい。死ぬかと思った、今。覚えた順、選んだ順、よく使う順ね。起こすだけはなんかコスト順に並べた方が使いやすそうだね。水泥かな、あれ。ウォールチュラとか久々に見たな。元気しとるか。これ俺のウォールチュラじゃないから。負けないで負けないで負けない。あ、ナイス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 。よいしょ、現金現金現金ありがとう。ゾロも降ってくる。いっぱいいるいっぱいいる敵が。よいしょよいしょ、元気ありがとう。死にそうです、助けて、ありがとう。だってこれ上、あー、なんか上行かなきゃいけないな、絶対。ウォールチュラかな、多分使う力は。ウォールチュラじゃないよね、糸チュラだった、こいつは。チューラチューラ、糸チューラー。そう、横入れない。よし。ビーング。よいしょ。早く行こう。わーお。で、一泊寝てから、寝れない寝れない、寝ようとしてる。ゼルダ姫、寝れないとこもあるんだ。天井足りないと寝れないんだ。そんなバカな、そんな仕様があったなんて、このゲームに。糸チュラ出すか。食われる食われる食われる。怖すぎーる。どうしよう。バウンジローとかザコだろ。ダメだ、タクタクいけ。キレカーンっていく。うだうだうだ、キルだ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 。全部消えた、なんでだ。燃えろ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 。焼いて倒すな、敵は。あったあったあった。燃えるの食ったら爆発すんだね、君って。意外と可愛いやつじゃねえか。へい。ゲロ吐いて。あれ、爆弾吐いてくんない？意外と使い勝手むずいんだよな。爆弾ゲロしよう。ありがとう。へい。よし。さあ、これで4つ目だね。結構いつもね、このステージっていうかね、仲間探す系って地下に2体3体まとまってね、いることが多いんだけど、今回のステージはちゃんと別々だね。じゃあこっから行くか。ビュンビュンしよう。ビュンビュン。ハロー、元気かい。久しぶりに行くぜ。勝った、勝ったで。あ、やべ、待って、死ぬ。頼む、ゾルゾル、頼む、ゾルゾル。
ぐるぐるお前時間かかん。よし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 。助けて。狭い狭い君ら。よし。やっと全部見つかったぜ。サンキュー。この無の世界にいる僕の仲間はみんな見つかった。叫び消せるよ。さあ消してもらおうか。先行こうぜこれで。これでごちそうどころのボスかな。もう。みんな頼んだ。よし。いやでもここすぐ前回のリザルホースのやつに比べて今回エレキウィズローブめちゃくちゃ嬉しいね。弱点属性系いたらそれ使っていこうガンガン。ブヤ。レベルも上がるか。力分けてくれたよ。上がれレベル。あーあと一個。どっか消しに行く？これレベル上げたい。ナイスー。4。さあ帰ろうか。喜んでくれるかな。めっちゃ文句言われるか喜んでくれるかだよ。どっちだろう。でも本当に困ってるピーってなんか自虐風自慢ってあるじゃんよく。自虐風自慢それかもしれん。ピー意外が効いた。ピーもう一度食べられない。ピーブヤ。もしかしてあんた消してくれた。ピーお家元通り。ピー助かった。ピーよかったよかった。ピピあんた意外が消した。ピーそうだよ消したよ全部。ひどすぎる。ピーもうここのクモの糸食べられなくなる。ピー食べたかった。ピーわがまますぎるだろこいつら。ひどすぎる。ピー何なんだこいつら。意外が消したような人は嫌いやつだ。捕まえる。ピーえ牢屋行き。待って伊賀が消しちゃうなんてとんでもないやつ。ピーひどいことするやつは牢屋でしばらく反省。テクダツの流儀。ピー捕まっちゃった。どうしよう。大事なお知らせ。ピーあんたの荷物全部没収。ピー丸ごしたかわいそうだからこれやる気る。ピー何葉っぱ。葉っぱ1枚あればいいもんな。棒切れ渡された。なんかベトついてる。ピーリあんたの持った杖綿飴作るのにちょうどいいサイズだ。ピーおい何してんだよ。綿飴作る。おいら鼻ペコブだ。ピーこんなところでおしゃべりしてる暇ない。ピー綿飴が待ってる。ピーあなんか落としてたあいつ。取り取れるあれ。あ鍵落としていって。これ取れる。あ取れる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 全然取れる。ちょれーあいつ。あいつさっき牢屋の鍵。これで出られる。荷物何もなくなったのかな。どうなんだろう。え何も調べられねえ。借り物出せないんだけど。開いたここな。え、どうしよう。開くのこれ。開いた。何でも開きます。牢屋か。あ、この牢屋、これ、借りれない。ベッドの下に だいたいなんかあると思うんだけど、俺。俺流。てか、ゼルダ姫のとこベッドもないじゃん。ひでえ。そんなひどいことするんだ、こいつら。許せねえ。なにここ。捕まるのがデクナッツ。これ荷物どこにあるんだ。よいしょ。あジャンプもできねえこれ。あ捕まった。ピーもう逃げ出したダメ。ピーまた捕まっちゃったよ。牢屋の鍵は取られなかったね。なんであいつら牢屋の鍵取らなかったんだろう。バカで出られないのかなこっちから。え？あ、どうもどうも。ん？で、お前さっき捕まえた、捕まえられたやつ。ピー、おい戻れピー。ダメだ出られないわ。ダメじゃん。じゃこっち出る。こっち行くか次。右と左があります多分。ん？これは。ダメピーダメピーダメピー。しやしシンク効かねえ。こっちが行かなきゃいけないのは。じゃあ困ったピーねこれ。まあまあ普通に行きましょう。ここ頑張って。どうするピー。これこれで
なんとかするしかないっぴね。壺の中に入って。こうやって移動しようぜ。壺美人なら壺人。壺人。壺じい。ほい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 。ツボになる必要ないのではこれ実は。どうなんだろう。これ上行けないかな。頑張って。ダメだ、行けないか。ジャンプ力が足んねえ。え？あ、見つかっちゃったっぴ。お金欲しいな、めちゃくちゃ。これなんだ、開いた。これ何？なんか、ベッドは引っ張れた。ベッドはシンクできても、ここにもなんかあるじゃん、いろいろ道ある。こっちが順路？どうなってんだこれ。これは何なの？俺たちは何をしてるんだい？わけわかんねえって。これベッドをこっちに持ってきてるか。でもなんかやる意味あんのかなこれ。よく分かってないんだよね。いけないもんね。全然わかんねえ。こっち行く意味ないよね。左下になんかベッドが、ベッドか、ベッドじゃねえ、なんかあるだけだもん、ね、一応こうやったら向こう側行けるなぁ思って。よいしょ。あれ、一段下がっちゃった。ほい、これね。いけないか。ジャンプ力足んねえわ。ほい、無理だね。なんかすっごい半分ずらす。あ、いけた、半分ずらした、いけた。どうもどうもどうも、大丈夫です。これなんなのこれ、絶対関係ないよね、ここ。この右側に行けるようになるだけだもん。あ、でも通らないわ、そもそもこの、この、あ、通るか。よし。お、こっち行けるじゃん。なんか食べてる。わため、サイコッピー。あ、さっき鳥色と持ってきた、デクだった。つえごとわため食べてる。僕たちのつえわためもじゃないのに。どうしよう、つえ食べられるの嫌だよ。僕もやみつきっぴー。食べるのやめてー。返しなさい、それ。取り返しに来たっぴ。そのせい、大事なもの食べ物じゃないぞ。ゼルダ、このデクダツに返せって伝えてほしい。返して、それ大事なもんだから。もう食べ終わるから待ってっぴ。ベタベタなっちゃったやろ。お待たせっぴ。帰ってきた。なんかすごい悲しい顔してる。荷物を取り取って返してもらった。なんかベタベタしてる。その棒は食べ食べるには大きかったっぴ。じゃあごきげんよっぴー。なんだったこいつ。本当に返してくれてよかったけど、ボヤボヤしてるのどうして。あいつ後で叩いてこようか。それ後で綺麗にしてね。ごめんね、綺麗にするよ。お金も返ってきた全部。なんだったんだろうねここ。火つけとこ。火つかない。火ついた。これもね、よくわかんなかったんで。で、ここ何なんだろう。あ、ハートの家系イラーがあるだけか、ここ。ねえ、ベッドがあるよ。頑張って上登ってねってことが、組み合わせて、本当は。まあでもそんな別にしなくてもいいということで。こっちが正解だったね。よし、じゃあ行くか、先へ。はい。てか、一泊二日しとかんとやばくね？寝とこ、おやすみなさい。よいしょ。で、これで出れるのかな、ついに。あ、ここに繋がってんだ。で、ここは？捕まって、怒られんのかな？なんかいる。さ、お前、魔物が怖いって、ほんとピー？もう怖いに決まってるじゃん、あいつら。私つらないし、みんなでもやっピー。わかるピー、あいつらと目合わせないのが一段ピー。よし、任せて。任せて。任せて。
便利だな、アモス。アモス便利だな、こいつ。何ここ、井戸の底に落ちたら頑張って外の穴から出るっぴー。落ちるっぴー。外の穴？ねえ、こいつを使って沈めるんですわ。出れなくなっちゃった。助けて、助けて、出れない、出れない。よし。片方だけ乗せるんだね、ここ。そもそも壊せばいいんだけどさ、これ実は。てい、最強。てい、てい、ユミ、ユミ。よし。納金じゃなくてね、納金じゃない方法も解かせてくれるなんて神ゲーですね。頑張れ。頑張れ。よっしゃ、ご苦労。頼むぞ、エレキウィズローブ、お前が俺のエースだ。これなんだこれ。うわあ。よし、これ大量に積むか。いや、そんなことせんでもいけるぞこれ、普通に。テイテイ。アイテムが、うちのアイテムが。よいしょ。あざ、そうかね。この下に3つある。回収しとこう。よっしゃ、じゃあ行くか。まあ男は黙ってズルしていこうっていうね、うん、俺のスタイルなんで。男は黙ってズルしていこう。そいつはいいのかい、本当に。ねえ、ちょっと待ってね。なんか今グッて戻っちゃった、あっちに。はい、ヘイ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 。簡単じゃん。どうしてね。これ上行きたい。あ、力のかけらある。どこが出口？これ。え、これどうしよう。これこうやって上に置いて、ちょっとよ、シンクやめて上に行って。はい。はい。無理だ。上に物出そう。強風機でもいい。よし。ほい。こうやって上に力を。ダメか。いや、息が続かん。重い岩をうまく使う。いや、デデドン、デデドン、ユカドン。よし。邪魔や、こいつ。こいつも邪魔や。この岩も邪魔です。デデドンでいい、お前でいい。デデドン。ありがとう、いつも。あれ？風向こうじゃないんだ、君。一回酸素を、酸素を。よし。でも、いけそうじゃない？ここに乗ったら、あ、いやいやいや、無理やり無理やり来た。無理やり来た。Thank you。 力のかけらをゲットしたよ。よし。これいろんなやり方あるからね。みんなはどのやり方で行きましたか？俺はデデドン。君に決めた。あ、潰れた。助けてー。すっげー押しつぶしてくんじゃん君。おい、これ便利だね。頑張って出るっぴー。出たっぴー、これで。どこだ、ここ。ああ、さっきの人だ。出てこられたね。ああ、ビノビノさん。無事だったっぴー？このデクだとさっき酒のそばにいた。うん、意外が消してくれてありがとうで言いに来たっぴー。黒い意外が、初めはいいものだと思ったけど、まあ、カリゴリだっぴー。前、ごちそうところの会社もらったけど、こんなもんいらないっぴー。ちょうだい。会社いらないんだって、もらっちゃおう。ちょうだいそれ、いるの。え、会社欲しいの。このままでいいなら俺にあげるピー。やった、これで中入れんじゃん。ごちそうところ会社を危うく捨てちゃうとこだったピー。じゃあもう行くピー。デクナッツなんか自由人だな、マジで。会社手に入ったね。よーし、さあお尋ね者です、私。助けてください。ちょっとこんにちはしに行く、お尋ね者だけど。もう大丈夫やかな。ハロー。悪いことしたら牢屋にいられるっぴ。さっき捕まえられたやつっぴ。
え、またレッピー、え牢屋とか何回も入れられるんだけど。ゼルダ待って、ここから出るとまた捕まっちゃうから。テクテクテク、渋渋渋だ。悲しい世界だったな、みんな。よし、じゃあみんな今回ここまでにしとこうか。スムージーあそこあるな。ワープで出ていこう。はい、じゃあ次回、ごちそうどころのダンジョン攻略しに行きましょうか。さあ、ごちそうどころのダンジョンで、ゼルダはどんな冒険するのか、そして今回のボスは何なのか、お楽しみに私の動画で、あっぱよー。